よし。お前は地球に何しに来たんだ。我々のアンノン星を攻撃してきた地球を破滅させるんだ。くそ、攻撃だって？それは違う。我々が宇宙船を打ち上げたのは宇宙の平和利用のためだったんだ。地球人の言うことは信じられない。アンノン、桐山が言ったことは嘘ではない。地球人は決して君の星を侵略したのではないのだ。本当なのだな。私も同じ宇宙人、嘘は言わない。よし、セブンの言うことは信用しよう。しかしアンノン星はいかなる星からの侵略目標にもさせない。あいつ目だけじゃないか。きっと頭脳だけの宇宙人なんだ。そうか、あの石は活動するのに必要な体だったんだ。